本田さんが監督なら PK 戦を踏まえて島崎さんの投入は考えましたか。要するに PK キッカー要員を誰か入れたらっていうところですかね。それが島崎さん。どうかな。ないかな。ない。難しかったでしょ。だって田中さんがまあもうあの状況だと間違いなかったし、うん、もう一人変えるってことでしょ。で渡る動けてましたし、うん、でも PK 要員だからその PK も俺見てないんで練習を何でも言えないですよね。ここだけでガクが PK 上手いって決めつけるのはもちろん上手いんでしょうけど、あれだけキックが上手かったら。なるほど。